続いてはスポットライト文化の力です。卓越した技術で色鮮やかな漆器を制作するたった一人の秋田塗職人、作品にかける思いに迫ります。しっとりとした艶やかな彩りが施された漆器の数々。作品を手掛けるのは秋田市で漆芸工房を営む斉藤邦夫さんです。この道63年漆塗り一筋、秋田市の伝統工芸品生駒塗の工房で長年働いた後、26年前に独立しました。斉藤さんの手掛ける秋田塗は全ての工程を一人で行っています。艶やかな色を出すためにヤスリで磨き、一つの工程が終わるごとに1日以上かけて乾燥させます。何度も何度も繰り返す作業、時間と労力がかかります。でこの上に今度乾いたらまた漆を塗って、それからいろいろな乱電やったりいろいろな工程まだまだかかるんですよね。それで裏を持ってやる、うん、だからこう時間がかかるんですよ。また天候や季節によって漆の乾き方が違うため、2つとして同じ作品に出会えないのが漆塗りの魅力です。こちらは太平山の峰を螺鈿という貝を使って表現した作品です。何度も研ぎ出すことで色や雰囲気が現れてきます。完成までにおよそ3ヶ月、作品には斉藤さんの思いが込められています。苦労はもう数え切れない苦労してきましたやはりね、いや我々の時代ならそうだったんですけどもね、やはり時間があって時間がないっていうね、働きがね夜夜中まで働いてきましたしね。ただ私がこの生駒塗にいた国でね、まあいろいろなことを勉強してきたということは今幸せじゃないのかなと思いますね。漆器はね、こう手をかければかけるほど素晴らしいいいものができますし、またいい作品が出てきますので、まあ手をかけるっていうことはすごくいいものだなと思いますよね。漆塗りは埃一つがつくだけでやり直すほど繊細な技術が必要です。その分完成した時の美しさが際立ちます。現在秋田塗りを手掛けるのは斉藤さんたった一人。秋田塗りを次の世代に受け継いでもらおうとワークショップを開いて思いを馳せています。秋田にもし継ぐ人がいるなら秋田塗りの何なんですっていう作者の名前つければ、これから多いのにね、そういった名前秋田塗りとしてやってもらえればいいんじゃないのかなと思います。ですから今大学生卒業生もね、これから多いのは秋田市に住んでこの塗りの、ね、文化もね高めてほしいとこう思いますね。そういうのは秋田塗りでも使って次誰でそれを咲くとやってもらえればいいんじゃないでしょうかな。若いアイデアや知恵を取り入れながら次の世代、斉藤さんはこれからも秋田塗りを守り続けます。はい、斉藤さんなんですけれども、はい、箸作りのワークショップを定期的に開いて漆塗りの魅力を子どもたちに伝えているということです。まあ、本当にどの作品も綺麗で欲しくなってきましたよね。本当美しかったです。多くの人に魅力が伝わればと思います。